皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。こちらではどうして集客できないの、企業の悩みはコンサルタントに相談しようというお話をしていきたいと思います。自宅開業はですね、誰でも簡単にできますし、試行錯誤しながら自分でも何とか集客することはできます。ただ非常に集客に悩んでいる方が多いというのも事実です。で、集客ができないっていう理由はものすごくいろんな要因が多岐にわたっているケースが多いんですけれども、こちらでは集客がうまくいかない原因について端的にご説明をしたいと思います。解決方法がわからない、何から始めればわからないという場合には内部事情をきちんと本当は把握していく必要があるので、そういう時にはコンサルタント、もちろん私が喋ってるので私でも構いませんし、自分と相性が合うコンサルタントの方が一番いいと思いますので、その一つの選択肢の一つで、私を見ていただくということでも構いませんので、相談しながら進めていくというのが結果としては早道になるということをお伝えしていきたいと思います。まずですね、一つ目のトピックとして集客がうまくいかない原因っていうのが、いくつかあるんですけれども、今回の場合にはステージに合わせてちょっとご説明をしていきたいと思います。教室を実際に運営してからのステージの話です。でまずですね、開業初期っていうのは起こしたばっかりになりますので、集客ができないポイントっていうのは、ご本人が想像しているよりも本当にもっと一生懸命やらないと、人に見てもらえないっていう行動量が圧倒的に足りないケースがほとんどです。週1回のブログ更新、例えば月4回のブログ蓄積レベルではまずまず世の中の人には見てもらえないです。なので自分はやってるつもりだから、やったことがない人からするとすごい頑張ってることになってるんですけど、世の中のレベルっていうのは把握しなくてはいけなくて、世の中のレベルの人々がもっと頑張ってたらそこを最低クリアしないと見てもらえないっていうことがあります。なので私が実際に起業した8年とかそれ前の時期のブログ更新の頻度と内容より今の方がはるかに量と質を上げていかないと、そもそも注目してもらえないという世の中に変わっていってます。そしてこれは今後さらに加速していく可能性があります。結局集客っていうのは相対評価になるので、やってる人よりもやってないと見てもらえないっていう可能性がありますので、自分は一体どの位置で動いてるんだろうということを客観的に把握する必要があって、自分は頑張ってるつもりでも世の中的に頑張っていなければ、それはずっと集客できないということになります。それを客観視するためにも、コンサルタントっていうのの目っていうのはあるといいのかもしれません。それがまず一つ目です。で次にですね、開業1年以内っていうところですね。 SNS とかたくさんやってるんですけど、全然成果に結びついてない人っていうのはどういう状態になってるかっていうと、そもそもですね、コンセプトとかターゲットが定まっていなくって、響く人にきちんと届いてないケースがあります。数をたくさん打てばいいっていうものじゃなくてですね、正しい方法と正しいやり方で行動しないといくらやっても成果につながらない、これを知ってほしいのが開業1年以内の方になります。なので量はやってても成果に結びつかない方は、内容に問題がある、発信の方向に問題がある、コンセプトに問題があるというふうに思っていただいた方が正しいと思います。そして開業3年から5年の方ですね、このあたりはそこそこ集客はできている方が多いんですけれども、集客の自動化を意識したコンテンツ作りができていないと、いつまでたっても毎回毎回新規の方を集客し続けなくてはならないので、結果として集客の忙しさから解放されることはありません。このあたりになってくると、ちゃんと最初から仕組みを作りながら集客をしてた方とそうでない方はすごく差が出てくる時期になります。最初から仕組みをちゃんと作って集客をしようと思ってコツコツやってた方は年々楽になるんです。年々楽になります。だから私は3年目4年目って、年を重ねるごとに集客の労力が毎年減っていってましたから、楽になっていったので、違うこと違う事業を次々に立ち上げることができていたんですね。なので最大一時期ピーク時は5個の事業を回していましたので、それは時間を作ることができていたからです。なので集
集客が楽になってないっていう方は、その仕組み作りの作り方がちょっと間違っちゃってる可能性があるので、さらに年数を重ねる前に1回チェックポイントで直していかれる方がいいと思います。そして次、10年以上ですね。この方たちは特に教室が少なかった時代に開業している方がほとんどです。なので、頑張らなくても口コミで集客できちゃってたんですね。でそこに、まあ、言葉は若干悪いんですけれども、まあ、あぐらをかいて、特に何もさらに新しいことをしない、ウェブ集客を学ばないっていうことでやっていったために、いざ、教室がダーッと増えてきた時に、今度はウェブみんなができちゃってるところに自分覚えなきゃいけないのに、そんなのもできないということに右往左往として、結果としてどんどん生徒さんが減っていってしまってるっていう、そういう事情になってる方が多いんですね。こうなってくると、もちろん口コミは口コミで続けてほしいんですけれども、何かしらこう一つ学ぼうっていう状態になって、その、まあ、若い方は簡単に SNS 扱いますけれども、それの中のどれかは得意のものに変えていく必要があるので、コンピューター苦手とかパソコンができないです、スマホダメですとか言ってると、まあ、まず教室は続けていけないというふうに思った方がいいと思います。なのでどこかでやっぱり頑張らなきゃいけない時期が来てしまっているので、この方たちはまずそういったものを抵抗なく受け入れるという、意識を変えなくてはいけないということと、あとはその、まあ、前は集められてたのにっていう前の栄光は忘れることをですね、今と時代が違うっていうことを認識して、またリフレッシュして新たな気持ちでやり始めるっていう、それが必要になってくると思います。これが10年以上です。でその他のところに関しては、集客はそこそこできている方が講師には入ってくれない、実際続かないとか、そういうケースがあるんですね。そうするとこれが制約のプロセスにどちらかっていうと問題があるので、制約することができていないのが一番の問題っていうことを本人が自覚しないと状況が変わってきません。なので、ここの方が、本人が集客に問題があると思っているうちは内容改善しないので、どちらが問題点なのかっていうのは、やはり、他人に客観視して見てもらう、分析してもらうっていう必要があると思います。そしてコンサルタントのサポートを受けるメリットということで、コンサルタントいろんな方いらっしゃいます。で冒頭申し上げましたように、相性が合う方とやるのが一番いいと思います。で私の方の特徴はもちろん技術的な部分においてはトータルで全てウェブ集客に関して教えられるっていう技術があるのはもちろんなんですけれども、マインドを重視しています。でマインドを重視するっていうことはどういうことかっていうと、ノウハウだけ教えてもですね、結局それに向かってやっていこうっていう気持ちの部分がビジネスマインドの方になるんですけれども、それができてない方は結局ノウハウいくら教えてもやらないんですよね。やらないと結局うまくいかないので、マインドと両方合わせて教えていくことができるっていうのが、まあ、私の場合には特徴になっていくので、単なる方法論を知りたい、気持ちの方は大丈夫っていう方はそういった方を探した方がいいと思います。ただ私自身も未だにコンサルタントにはついており、もう10年近くになる先生もいらっしゃいます。それは長期にわたってきちんとその時の私のステージに合わせて自分で課題を作りアドバイスをもらっているので、何かしらそういった鏡になる人っていうのは、ビジネスが分かっていて見てもらえる人っていうのは見つけることができるのであれば、まあ、一番いいんじゃないのかなっていうふうに思いますので、そのあたりもご参考いただければというふうに思います。それでは。